写真の白飛びの例。上がオリジナルの画像で、下が白飛びした部分を赤色で示したもの白飛び。黒つぶれはデジタル写真やデジタルビデオにおいてデジタルで表現できる最小及び最大の強度を超えた画像処理の結果として特定の領域において生じる。これは画像処理という分野におけるクリッピングの一つの事例である。 画像がクリッピングされた領域は通常真っ黒または真っ白な領域として表示され画像の詳細が失われる画像処理の結果として生じた白飛び黒つぶれの分量あるいは領域の大きさは見た目として目立ったり望ましくない印象を与えることがあるカラーの画像においては画像のカラーチャネルのいずれかで個別にクリッピングが発生する可能性がある 白飛び黒つぶれは画像処理の様々な段階で発生する可能性がある。まず、デジタルカメラ、またはスキャナーを使用して画像をキャプチャするときにイメージセンサーで発生する可能性がある。カメラやスキャナーの内部における画像処理、もしくは色空間変換が原因で発生する可能性がある。また、画像編集ソフトを使用した後の画像処理の結果として生ずる。 可能性もある。RAW 画像形式で保存する場合など、RAW データが利用可能な場合は、デジタルカメラの内部画像処理に禁する白飛び黒つぶれを部分的、または完全に回復できる場合が多い。空の部分で青のチャンネルが色つぶれしてしまった画像カラーコレクションした画像をまずはじめにデジタル画像を撮影、または スキャンした時の不適切な露出の結果として、画像のハイライトの部分に白飛びが発生することがよくある。露出を増大させると、周光の量やセンサの感度も増大し、結果として空や光源のような最も明るい部分で明るくなりすぎ、潰れてしまう。この露出オーバーによる明るい領域のことを白飛びと呼ぶ。極端な場合だと、白飛びした部分と、 白飛びしていない部分の間にくっきりした境界があるようにすら見えることがある。白飛びした部分は通常完全な白になるが一つのカラーチャンネルのみが飛んだ色つぶれの場合は空の色が本来よりも緑または黄色くなったりするなど色が歪んで表現される場合がある。アナログ写真でも同様の白飛びは発生するがアナログでは白飛びした領域は 最大の明るさまで、緩やかに湾曲するのが普通で、デジタルのようにいきなり白く飛んだりはしない。この結果、アナログ写真とデジタル写真では、白飛びしたハイライトの部分が異なって表示されることになるので、アナログ写真の滑らかなエッジの方が、デジタルよりいい感じだと思う人が一部にいる。場合によっては、多少の白飛びが許容される場合がある。特に、 白飛びした部分が主要な被写体の一部ではなく画像の背景にある場合や表面反射によるハイライトのように非常に小さな区画である場合、わざと白飛びさせるテクニックがある。画像を別の色空間に変換するとき、もしその画像に変換対象となる色空間の外にある色が含まれていた場合、一部のカラーチャネルにおいて色つぶれが発生する場合がある。これは、 色域外データのクリッピングと呼ばれる現象である。この場合に起こる色つぶれは別のレンダリングインテントを使用して色空間変換を実行することで回避できる。ただし、これによって全体的なサイドが低下し色がくすんでしまうことがある。全体的な明るさを維持するために場合によっては特定のチャンネルにおける色つぶれを回避するよりも 色をつぶれさせた方が良い場合もある。デジタルカメラと同様、デジタルビデオでもクリッピングが発生する。デジカメ写真と同様、特定のカラーチャンネルにおいて許容される値の範囲を外れると色つぶれが発生する。ありがとうございます。